どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。はい、レイでございます。やっていきましょう。地球防衛軍 4.1 第72話、高所狙撃戦。大型輸送船が飛行ドローンを投下しています。飛行する敵相手ではウィングダイバーチームはその力を発揮できません。そのため高所からの狙撃で大型輸送船の破壊を試みます。ストーンチームはスナイパー装備で出撃、輸送船を撃破してください。狙撃ポイントはとあるビルの屋上です。狙撃中の安全を確保するため護衛部隊が同行します。なお目標はあくまでも巨大輸送船の破壊です。もし巨大生物に遭遇しても絶対に持ち場は離れないでください。輸送船の破壊に成功すれば直ちにウィングダイバーチームを投入、残った、巨大生物を殲滅する計画です。もう完全に言われてるね。俺たちもう狙うはもう大型輸送船のみで、できる、もう持ち場を離れるなとはっきり言われてるわけだから、うん、そこでとりあえず撃っておけと。そういうことだよね。お前らはとりあえず撃っておけと。どうなんだろうね、それって司令部としては。まあ、とりあえず狙撃戦ということなんで、私はレンジャーライサンダー2に持ちで行きたいと思います。出撃します。お、遠距離武器はやっぱり持ってっかい。持ってるよ。よし、じゃあとりあえず早く大型輸送船をやろう。手っ取り早く輸送船を落としてしまおう、うん、手っ取り早くね。落としてしまえばもうあとはこっちのもんですから。さあ、あれ一機じゃねえんだ。じゃあまず正面の、どっちも正面かな。よっ、ドローンか、投下してんのは。おっしゃ、ナイス。オッケーオッケー、早い。もう一機、あ、待って、三つあんのか、もしかして三機。あ、2機か。痛いな。で、来た？まあ、しょうがない。でも、まずは数落とさないと。とりあえず落としたよ。落とした？ナイス。1機落として、もう1隻あるよ。ないな。いや、ないんじゃない？そしたらちょっと、あれだな。この空飛んでる連中やれば、なんとか。へい。あ、来た。なんだ、一回じゃ済まねえのか。オッケー、やるよ。頼んだ。じゃあ俺そのやつちょっと飛んでるやつでやるわ。取り巻きが邪魔で当てらんねえな。なんとかする。全部そっちに当たっちゃうな。あ、くそ、間違えた。あ、レッドカラー来た。やべえ、これはやべえな。レッドカラーどこ。あ、ほんとだ。うわ、やべえ、やばい、レッドカラーはやばい。頼んだよ、俺は輸送船狙うから。オッケー。レッドカラー何発でやれんだ。さ、ライサンダー3。オッケー、次次いてー、外した。クソ、もったいないってこと。およいしょ、とりあえずもうレッドカラー優先だな。ちょっと危なすぎる。いてぇ、すまん。あ、痛い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 。分かってんだよな。なかなか落ちない、こいつ硬くて。うわ、じゃあ次。あ、落ち、あ、落ちた。お前何してんね、持ち場離れんなって言われてんのに。あー、何、地下、地上落ちたら結構敵いた。地上は雲だらけ。オーマイガー、君に全てがかかっている。無理だよこんなのは。だって輸送船いるんだろまだ。あ、レッドカラーやれか、とりあえず。いた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 、いるよ、もう一隻。なんでだ、外すと痛いなこれ。とりあえずレッドカラー最優先でやってるけど、意外と生き残るもんだな。よっしゃ、レッドカラー殲滅。次はライサンダーで少しでも敵を減らしていくのが次の作戦かな。輸送船は後回して、だって切りないんだもん。危ない、死んじゃうもん、こんなやつたら。輸送船先にやんなきゃいっぱい出てくるよ、ひたすら。そんな絶望させること言わないでよ。あ、あ、
途端に士気が、あ、雲も登ってきやがった。先あれだ、輸送船早く落とそう。そしたら最初は、あ、もう最初からもう俺だ、あの、あ、どうしよっか、もう最初からちょっとドローン落とすことだけ考えよう。頼んだ。うん、いや何発かも逃しちゃった、もったいない。偏差射撃が当たんない。おかしいな。レッドカラーの標準、照準に合わせると若干ずれる。速さ的に。あれ、速いもんな、レッドカラー。速いんだよ。どうだ？羽根つきは厄介。落としたかな、落とした、ナイス。来た。これ回復回転下落ちちゃうんだよな。あー、ごめん、再ステッシュ。いや、いける、あ、落ちた、落ちた。落ちんなって。あ、ほら間違えた、クソ。まあいいや。ほら言った。よし、まず一席。よし、羽根付きを先に優先でやるべきだったかな。そうだね、ドローンよりビークルの方が辛いね。うん、優先順位はまあレッドカラー、ビークル、ドローンって感じかな。了解。ナイス。近い。あぶねえ。おー、びっくりした。じゃあ輸送船は任せた。毎度毎度、あ、レッドカラー見つけた。やるぜ。優先順位はこっち。近づかれるのは先にこっちから撃っていく。動き出した。しかし今の俺ならレッドカラーの偏差射撃すらできると。ただ弾切れには勝てない。せっかく今だってなっても頭切れだってなるから。で、外さなきゃもうちょいなんとかなんじゃない。確かに痛いこと言ってくれるじゃないか。オッケー、まず一席。ナイス。あ、大回復落ちた、ラッキー。よし、レッドカラー、あ、違う、レッドカラーと思ったら取り巻きじゃねえか。うえ、痛い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 、落ちる落ちる。大回復もらっていい？どうぞどうぞ。正直輸送船をやる側がね、死なれたら困る。やる側が死なれ、死んだらちょっとね、やっぱりきついわ。まだそんなって大丈夫？俺はそんなダメージ食らってないし。なぜか、あ、やったらって言うからやってねえか。おー、やべ、死ぬ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 。ちょっと、なんでそっちそんな当たんないの。わからん。あ、待って、下降り落ちちゃった。いや、落ちてない、大丈夫、2段目にいる。2段目、オッケーオッケー。ちょっと待って、まずレッドバラやったら助けいくわ。オッケーオッケー、ちょっと先それでいいや、先そっちでいいや。多分今助けいってもまた体力ガン減りされてきつそうだから、レッドカラーは増えないよな、さすがに。レッドカラー量産されたら積むんだけど。あ、でも落ちてる、輸送船。一隻落とした。もう一隻いるよ、もう一隻いるような気がする。なるほど。あ、くそ、ずれた。いった。やっぱ直撃は痛えな、レッドから。雲来たし、やばい。
そっか、ちょっと経ったら雲を登って、痛い、ごめん。うわ、地味にきついな。意外ときついぞ。ああ、これはなかなか呼べるかな。よいしょ。そうだ、優先順位はそっちだね、確かに。船の、うん、4回目にしてようやく気づいた。こっち先にやるべきだな。あ、ベガラ来た、よし。あー、ゼラガン全部なんか装填するまでいいか、乗らなくて。まだいや、待った、よく見たら結構ダメージ食らってる、やばい。うー、すげえ、結構数いるよ。だってそうだね、余裕ないねこれ。うわ、壊された、早い。ベガルタ意外と厳しそう。意外とね、防御が持たない。そっか、ちょっと、まあでもベガルタじゃない方がいいか。でもまたちょっとすぐ溜まりそうだから、ちょっと耐えてみる少し。あ、呼べた、リボルボラ、よしよしよし、第二陣これを繰り返していこう、とりあえず。あ、また落ちちゃったよ。おーっと、いや、雲退治するしかねえな、これ。頑張って。落ちちゃうな、ちょっと、そうか、フェンサーは動きが早いからね。落ちやすいのかな、やっぱり。しかも、この、大したことない段差だと、普通に乗り越えちゃうっていう。あー、本来便利なのが、逆に出ちゃったんだな。いいよ。いや、やっぱちょっと結構柔らかいな。やれないことはないな、しかし敵は。ただちょっと旋回が追いつかない、後ろの射程自体は足りるから、輸送船自体も下から狙ってはやれると思うんだよ。あ、そう、分かんない、やってみないと分かんないけど、まあまあ相当時間かかるけどね。ちょっととりあえずまず雲をやらんと、どうにもならん。うん、いって、わー、雲来ちゃってんですけど、上に行っちゃったな、もうどうしようもない。糸が飛んできた。それはもう Z イガンに何とかしてもらって。何とか して Z イガン。超対空兵装で、いた、ちょっと待って、こいつら俺を普通に狙ってきやがる。車線上に出てる方が悪いのかどうか分かんないけど、危ねえ。おー、結構増えたな。やべ。あー、レッドから来ちゃった。まだ溜まってないのに。違う、ガンたち。狙うの相手が違う。俺じゃない。仲間割れか。こいつら敵味方、よっしゃ、なんとか。しかし、これではリボルバーカスタムはたまらぬ。使い手がダメだから。やめろ。ブフォンか、ブフォンか。言うな、それ。いよいよもう攻撃手段がもう、
ただ機銃を置き続けるという、なんかちょっとクロード好みな感じになっちゃったんだけど。ごめんね。ごめんね。雲割れて、雲やったりもしてるから、ちょっとずつは溜まっていくと思うけど。ゆっくり、じゃあ、要塞作ってるわ。これ一挙に攻め込まれた。なんか違うゲームになってる感あるけど、要塞作るゲームやってて、ちょっと。なんかそういうゲーム俺嫌いじゃないんだよね。なんかそういう、なんだろう、物を作る系？自分好みの要塞を作り上げろ。もうそういう言葉弱いんだよな、自分好みというかさ。なんか、君だけの要塞を作り上げろ。やめろ、何百通りとか言われたら俺もう惚れちゃうから。カラーリングも自由とかさ。最高だね。君次第で世界に一機だけのとか。ああ、俺弱い。俺、そらの言葉に弱いぞ。オリジナルなんちゃらみたいな。最高だね。うわあ、雲来ちゃってるー。はい、絶対ガン起動。諸君、俺を守りたまえ。あれ、雲結構多いんだよな。ちょっと下にも置こう。おお、やべえ、ごめん。やられた？やられた。あ、待って。面白いこと思いついた。Z イガンを上から下へ落とそう。そんなことできんの？うん。おお、すげえ。ああ、すごい。ああ、落ちたー。それができんなら再刺激してそれやろうよ、最初。雲に、やってみようか、ちょっと。それで雲ある程度落とそう、ちょっと。それ面白いな。その代わりちょっとあれだぜ。地上、空中は頼んだ。了解。なるほど。割とありだな、この作戦。どこだ？これ、場所はちなみにこれ全体囲ってんの？囲ってんな。もうツインタワーの真下にいっぱいいるよ。うじゃうじゃいるよ。どこに置いたっていいよ。いや、よいしょ。探す必要なんてないぐらいいるから。ああ、下なかなか面白いことになってるじゃないか。飛んだ空襲だよ、こんなの。起動。よし。あ、やばい。これを続けておこう、ひとまず。これあれだな、盾持つべきだな。盾、あー、なるほど。どうせ動けねえな。あー、すまん、落ちた。おー、落ちてない。いや、落ちたけど。これで俺は、なんか下にただなんか ZE ガンを撃ち続ける機会と貸してしまった。再出撃だな、それは。いや、意外と雲はやれるから、ワンチャン。いや、その後のことを考えると何もできない。待って、俺下降りて、下でちょっと、よいしょ。ベガルタ要請してから降りればよかった。真下にベガルタ要請しちゃったからワンチャンと思ったけど、再出撃。空と地上は完全に包囲されてしまっていた。輸送船団から続けて投下される航空部隊から身を守るためには、その大元を叩かなければならない。レイは新たな戦闘兵器、イプシロン装甲ブラストレールガンを上空に呼び出す。次回、決着、空の上。君は時の涙を見る。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。